相手に期待しない考え方とイライラしないコツを教えてください。期待するっていうのは自分からある程度のことをやってるんだからこれぐらいは返してほしいっていうギブアンドテイクの関係を求めてるときに期待してしまうんです。そんでそれがギブがなんかこっちのギブに対してテイクが少ねえなってなるとイライラしてしまうので最初から何も与えなければそんなにイライラしないと思います。